強豪サッカーチームが激突する J ビレッジカップ、厳しい予選リーグを勝ち抜いた決勝戦の模様をなえなのがリポート。いやチャンスだったね。さらに、大会で飛び出したスーパープレー集や注目選手のインタビューもしちゃいます。部活ピーポー全力応援、部下ピ、部下ピ、こっちこはなえなのです。絶賛花粉症、鼻声がひどいですけれども、よろしくお願いします。今回は福島県の J ビレッジに来ております。見てこの広大な面積、苗がとてもちっぽけに見えるでしょう。東京ドーム10個分らしいです。東京ドーム10個分、多分まだ見えてないんだろうな全部。これから J ビレッジカップの決勝戦、川崎フロンターレ対大宮アルディージャの一戦が行われるということで、今回はその試合をリポートしていきたいと思います。それでは行ってきます。キー、福島県 J ビレッジを舞台に、高校サッカー、 J リーグユース、海外チームの強豪20チームが熱戦を繰り広げる J ビレッジカップ。子どもたちへのサッカーの普及や育成、技術力向上、さらに地元交流の場として今年で開催5回目を迎えます。決勝戦に駒を進めたのは川崎フロンターレと大宮アルディージャ。決勝ではどんなドラマが生まれるのか。はい、ということで J ビレッジスタジアムにやってきました。今からここで決勝戦の試合が始まります。うおー、広っ、広くて綺麗ですね。椅子に J ビレッジ、こんな近くで見れるんだ。始まりました。水色のユニフォームが川崎フロンターレ、オレンジのユニフォームが大宮アルティーチャです。やっぱ会場で見るのとテレビで見るのだと全然違うね。選手の声がすごい聞こえます。うおー、取られちゃうか。やれる。すごい今くるくるしてかわしてた。川崎フロンターレの6番の選手、ユイ選手がですね、 J1 にも登録されていて、プロとしてプレーができる選手だそうです。高校生ってすごいですね。チャンス、ゴー。あー、惜しい、いける、いけ。0対0のまま前半終わったんですけれども、最後の方はね、結構川崎の方がゴール前にいることが多かった印象です。以前ブカピーでも紹介した尚志高校の皆さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。3人のうち2人は、高校選抜のチームの方でプレーしたんですよね。今回高校選抜と尚志高校は当たったんですか？試合しました？してないんだ。したかったですか？したかったです。やりたかったです。当たったらどっちが勝ってたと思います？高校選抜、いや負けてなかった。地元で開催の J ビレッジですけど、どうですか？
僕はここは地元なのでとても、まあ、結構中学の時とかも来てたんですけど、いつもこういい環境でサッカーできているので感謝しています。今回の J ビレッジカップを生かして次のシーズンからの抱負を聞いてもいいですか？チームとしてはプレミアリーグっていう最高峰のリーグで試合ができるので、そういうところでも結果を残したり、インターハイ選手権2連覇できるように、自分が点を取ってチームに貢献できるようになりたいです。ドリブルが武器なので、これから開幕するプレミアリーグでもその武器をしっかり発揮し、チームに貢献して、インターハイ選手権を優勝できるように頑張ります。まだ尚志高校は全国制覇できてないので、まあ、この大会を生かして、選手権とインターハイどっちも優勝できるように頑張りたいと思います。仲良く喧嘩しないように頑張ってください。ありがとうございます。ブカピ。さあ後半戦が始まりました。すごい。9番。あー、いやー、チャンスだったね。うおー、めっちゃいいパス。うわ、9番すごっ。今までで一番いい感じでしたね。9番すごい。一人で何人いただろう今。チャンス。ライン取ろう。ライン取ろう。おお。うわあ。怖い怖い怖い。いやー、さっきのめっちゃ惜しかった。超惜しかったね。前見えてんのかな。見えなさあ残り時間は少ない。誰が呼び込んだ雨なんでしょうか。おしまい。結構近いんだ。緊張する。大宮が先に入れました。ナンバーが。おー入った。川崎。お、右から来た。うわー、うわー、うおー、早っ。うわー外したら終わり。大宮。いや、この誰も外さない波も怖い。
当たりました。いやー惜しい。さあここで川崎が入れれば勝ち。あー入りました。おめでとう川崎。はい、ということで優勝おめでとうございます。おはようございます。今の感想を聞かせてください。まあ優勝目指して、まあ、4日間戦ったんですごく今は嬉しいです。やっぱこうやっていいピッチが何面もあってサッカーに集中できる環境だったんで、はい、すごい楽しい4日間になりました。あの J ヴィレッジ有名な高校とチームが20チーム今回集まってますけど戦ってみてどうでしたか？そうですね、難しい試合が多くなるっていうのは思ってたので、そのこの4日間で成長できるなっていうのは思ってました。次のシーズンに向けての意気込みを最後にお願いします。去年イーストは優勝してるんで、まあ、去年の3年生の力もあったと思うんですけど、まあ、自分たちも去年の3年生以上に力をつけてまた優勝できるように頑張りたいなと思います。はい、この J ヴィレッジでできた経験はとても素晴らしいものだったと思いますし、この経験を生かしてこの去年成し遂げられなかったプレミアのファイナルで勝つっていうところを目標にして笑顔で終われるようにしたいと思います。練習頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。FC スカブラジルから山内さんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。 FC スカブラジルはブラジルのチームなんですよね。でその中で唯一一人の日本人プレイヤーなんですよね。そうです。ブラジルにはいつ頃行ってたんですか？約1ヶ月前ぐらいから行ってて、1ヶ月間留学して今、はい、日本で試合があるからそれも参加してるって感じです。どうですかブラジルの練習は日本と比べて何か違うところとかあるんですか？日本みたいにピシッっていうなんかグラウンドが綺麗なわけじゃなくてボコボコなとこもまあ多いんでやりにくいんですけど、そこでやってるからこそまあ足元の技術とかも身につくと思います。足がどっち行くか全然わかんない。お、山内さん。おJ ヴィレッジカップ1日回っていきましたけれども、
今年は全部で20チームの強豪校が参加してるんですけど、まあ、まだ大会自体5年目なんで、これから年月をね重ねるうちにもっともっと参加チームの数も増えてったりして、いろんな人がね参加してもっともっと盛り上がる大会になってったらいいなと私も思いました。 J ビレッジカップの模様は YouTube ブカピの方でも見られます。ぜひ気になる方は YouTube でブカピ検索お願いします。では来週も見てね。バイバイ。ブカピ、またねー。